特典ディスクをご覧の皆さん、こんにちは。こちらでは撮影はしていたものの本編に収まらなかったものをお送りします。ただ最初に断っておきますが、感動的なまとめ、すごい編集などあまり期待せずにご覧ください。よく言えば大胆に、悪く言うと素材のまんまじゃねえかという状態で皆さんにお見せしますので、肩の力を抜いてご覧いただくのが正しい見方のディスクになります。まずはこちら、乃木坂工事中の最後の出演会の裏側、能條さんの肩を褒めまくる西野さんです。あみちゃんです、はい、どうもこんにちは。同い年です、ね、めっちゃ仲いいですね。仲いいですよ。神のずっと仲いいですよ。極上極上の肩持ってるんです。そうなんですよ。そうなんですか。はい、ちょ自分じゃ分かんないんですけどね一味違うんですか。違う、まあ悪い気はしないですよ、うん、まんざらでもない。まんざらでもない。こう見えて冷静保ってるけど実は嬉しかったりもする衣装のせいで寄りかかりますよね。うん、そうですね、癖でなんか、ね、うん、特になんかなんて言うんだろう、支えがすごいしっかり支えてくれる感じが何カメラですかそれ。んメイキング、うん、何のカメラか言えないまま追っていたのですが、こちらは堀さんのドラマ現場。こちらもドキュメンタリーやるよと伝えずに追っています。映画って撮影してました、はい、知らなかった今日知りました。本当ですか、はい、もしかしたらメンバー一番最初に知らされた。あ、本当ですか。もしかしたらですけど、多分皆さん聞いてないんじゃないかな。そうですね、多分聞いてない。でももう経ちますもんね、結構第1弾のドキュメンタリーから。そうですよね、結構そうですね、もう結構前ですね、3年、4年前くらい。ラストシーンが、ね、堀さんで終わってる。はい、髪切ってちょうど撮影、そのドキュメンタリーの撮影してたタイミングでいろいろあって髪切って、急遽追加で撮影が入って、そこでこう取材を受けたのがラストに使われて。2018年の年末、この頃の堀さんはドラマの撮影が連日続いていました。セリフはもういつも持ち歩いて、車の中とか空き時間とか、寝る前に1時間自分の時間を持ってて、そこでとにかく家で読み込んでっていうのをやってます。これ暇時間からラストのやつ聞いた方がいいかも。その時間にやるしかない。そう、あれ最初残ってるなんだっけ、 6は誰並行してるじゃないですか。その中でこんなんか桜とどちらだったかもしれない。じゃあ6の衣装着といて。私はあんまりならないですね。なんかその現場現場を楽しんでるので、ドラマの現場、ラジオの現場、歌番組の現場、モデルの現場、それから着替えでいいんです。ここ全部違う現場で、まあ、返すとこ朝今日はこれだっていう、なんか自分の中で頭の中で声はやってもらって、これ書いてないで聞かれるんじゃないですか。あんまりごちゃごちゃには、うん、ならないと思います。モードが切り替えられるタイプ、切り替えタイプです。オンオフ激しいと思います。なんかぼーっとしてる時もあれば、めっちゃ笑ってる時もあるし、すごい感情の波が激しいって見られがちかなと思って。ってもう客観的に見たらね、はきっかけ2人で声やってもらってるだけだから、ここは書いてあるんです、着替えちゃっていいよ。客観的
バーの同じ時期ドラマの撮影が連日続いていたのは山下さん。現場での様子とライブリハで仲間と一緒の時との落差をご覧ください。山下さん実際おいくつでしたか？もう19なんです。あと1年だからなんか新鮮です。すごい形になってる。なんでなの？誰いる？なんか女の人はその人と私しかいなくて、めっちゃ好きやな人の芝居。めっちゃなんか本読みの時にどんな役狂ってんの？いや、めっちゃね、なんかお色気で、なんかね、なんかなんだろう、結構なんか医療みたいなやつで、なんかその人が産婦人科で、私は看護師。面白そう。ドラマ？すげえ。準備期間がないんだよ。一日でも飽きたくなって、せめて髪の毛を切りに行きたい、まず。ボブに？若干 2,3 センチでいいんだけど、整える程度してやんの？してやんの？なんか本当はポニーテール、原作がポニーテールだから伸ばしてたんだけど。メンバー同士でいるとやはりリラックス度が違うのですが、こちらは毎年一度集英社さんが出している乃木坂46特集雑誌での一コマ、いわゆる画伯を決める企画で、お題は門松です。正月やん。正月といえば人じゃない？門松じゃん。正月じゃないし、はい、1問目からもう大騒ぎでございますけれども、それではですね、3番目に書き終わりました、じゃあ生田さんの方が早くですかね。はい、じゃあ生田さんお願いします。じゃあ普通に書いて、はい、おー、これだ。そう、多分ハンバーグは結構年賀状とかで、はい、書いてたんで、経験者だ。あ、ちょっと待ってください。今堀さんと坂口さんがさっきこれだこれだと大阪に言ってたのがグーの音も出ないように頑張ってますけど。そうですね、これですよね、この記憶がね。じゃあお二人ともこれだということは、これです。これ買ってました。なるほど。いや、もうね、正解が出てしまった。はい、ごめんなさい、先に言っちゃって。はい、じゃあもうほぼまた正解がもう一回続くのかもしれませんけれども、斉藤飛鳥さんです。やばい。違う、これじゃん。ごめんなさい、ちょっとこっち見せてもらっていいですか？それはセミの幼虫かなんですか？違う、これです。めっちゃ怖いんですよ。真ん中の線は何ですか？この真ん中の線は何ですか？なんかたまに豪華な角松ってこういうの。ないよ。ほとんど見たことある。ほんと？すっごいお金持ちの家、角松。角松がないじゃん。角松じゃないじゃん。メインがない。それ枝だもん。すごい、これが枝で。なんかセミの抜け殻からなんか虫が入ってるみたいな。っていうか、これ、この T シャツ欲しくない？T シャツ？ T シャツなんだろ？こっちの方がいいじゃん。はーいって感じ。クリスマスっぽい。これ欲しくない？はい、ではですね、すいません。今、とても4作品揃えました。ちょっともう一回、こう出してください。はい、すごいですね、こう並んでると。まあ、いくちゃんもいるんじゃない？はい。優勝、これあれですよね、あれ？優勝？いや、優勝っていうか、優勝というか、あれです、画伯だと思うっていうところなので、はい、では、今、ここに、いていらっしゃる皆さん、画伯が、誰が画伯だったか、より画伯だったかで、多数決を取ろうと思います。それでは、まずエントリーナンバーワン、堀美央奈さんが画伯だと思う方、手を挙げてください。そうだ。では2人目、坂口孝美さんが、画伯だと思われる方、手を挙げてください。
2人ですね。はい、では生田絵梨花さんが、画伯だと思われる方ゼロですね。はい、では最後、斉藤飛鳥さんが画伯だと思われる方手を挙げてください。1,2,3,4,5,6,7,7人かな、7人です。はい、というわけで、この勝負、斉藤飛鳥さんが画伯ポイント1ポイント獲得いたしました。じゃあちょっと、なんか全然納得いってないってお考えですけれども、斉藤飛鳥さんちょっとコメントいただいてよろしいですか。どういう、はい、もう今手を挙げた方の顔は思いました。そしてこちらは4期生と現メンバーとの初めての対面時の様子。対面が終わった後に先輩たちはどんなことを感じていたんでしょうか。おはようございます。おはようございます。なんか私たちが入った時に、あの乃木中の収録の現場で初めて顔合わせして自己紹介した時のことすごい思い出しました。あれから何年だ？1年？2年ぐらい経ってるのか。2年経ってるのか。多分。そっか。めっちゃ全員泣いてって。すごい覚えて。ちょっと空気感ちょっと違うけどね。うん、そうね。この時よりもっとさ、なんか空気的な、なんか重たい感じだったから。ほぼ全員。そうだよね、ずらっと。スタッフさんとかいて、制服着て。あそうだよね。どう大人になりました。ちなみに気になる人とかいました。わかんないかまだ。でもなんか一人ショールーム見てて、うん、なんか私推しって言ってくれてた人がいて、どの子やろ、誰だろうね、誰だろうな。でも超嬉しかったらね、ヨタちゃん推しに。私も嬉しかったです。泣いちゃったんですかね。意味が分かんないんですよ。なんでですか。なんでですか。なんか3年前ぐらい、2年半ぐらい前、この挨拶をした時はもう子は辛かったなって思う。思い出し泣きってことですかね。とは違うか、向こうの気持ちを測ってあげたのか。心がシンクロしちゃった。うるせえ。でも本当にうまいこと言うこと、違うの、本当に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 じゃなきゃ、じゃなきゃ指切りが回ってたら眉毛全剃り、眉毛全剃り、ラサついたら眉毛全剃り、ハリセンボンだって嘘だわ。よし帰ろう。すごい。最後は山下さん、意地悪な質問をしてみたのですが、山下さんの心持ちが垣間見れたインタビューになりました。最初の頃なんかみんな訛ってて、その訛りが結構映ったりしてたんですよ、あの関東組とかにも。なんか特にももちゃんとか、今でもちょっと結構訛りも残ってますけど、なんか初期の時とか本当にすごくて。でもなんかそういうのが可愛いじゃないですか、やっぱ。だから私はすごい東京出身だし、なんかアイドルとしてはあんま面白みがないけど、なんかそういう初期の時の、面白いなとか、そのアイドルとしていいなっていう素材って、なんかこれからアイドルやっていくにつれて絶対残しといた方がいいと思うんですよ。なんか本人としてはももちゃんもなんか絶対もう訛り早く直したいみたいに言ってたけど、絶対あった方がももちゃんの魅力になるじゃないですか。なんかそれと一緒で、なんかずっとあのままでいてほしいなってすごい思いました。3期生としては初めての後輩なので、すごいなんか先輩方がこんな気持ちで、あの新しく入ってきてくださる方々を見守っててくださったんだなっていうのも、先輩の気持ちも分かり
分かった気がしますし、後輩のあ緊張するだろうなっていう4期生の気持ちも分かったので、なんかやっぱ3期生として、まあかっこいい背中とか全然見せられないけど、何かサポートいっぱいできたらいいなって思いました。嫌だなみたいなのはないですか？え、ないですよ。いや、例えばすなわちどういうことかというと、ぶっちゃけ言うと、例えば今まではやっぱ3期生だから、うん、どんなに例えばじゃあ立ち位置がどこですとか、うん、なんかいろんなものがあったとしても、まあ、あくまで3期生一番若い人たちです、うんうん、なんかあっても、うん、あのまあ最悪、まあ、まだ一番下ですねっていうところの言い訳があったのが、若干聞かなくなることに対する嫌感とかは、いやでもなんか私たち3期生がこうやって2年間でなんかこんなに成長できたのはやっぱ先輩方がすごいいろんなことを教えてくださって、あのいろんな面で3期生もその空気に馴染んでいけるようにっていうのをすごく1期生2期生の先輩方がやってきてくださったおかげで、今ではその元々の、あのオリジナルポジションじゃないところに私たちも入らせていただけたり、あと舞台とかも1期2期3期合同で同じチームでやらせていただいたりして、やっぱすごい先輩方の力が大きかったから、私個人としては後輩だけど、まあ、ちょっと力をつけることができたなって思うので、まあ、今度はやっぱ4期生の子たちにもなんか、過ごしやすい環境作りっていうか、やっぱ緊張すると思うから、なんか私たちが先輩方にしてもらった時みたいに声かけてあげたり、なんか乃木坂の空気を伝えられていけたらいいなってすごい思いました。なんか嫌じゃないです、全然。なんだろう、いや、うん、なんかそういうふうに思う気持ちがあったとしても、それは分からんでもないなとは思って聞いたんですよ、もしそういうのがあるとしたらね。なんか確かに、でもやっぱ一番下のキーではなくなるので、3期生が、まあ、そこになんか一番後輩だからっていう甘えとかも聞かなくなってくるけど、でももともとなんか私的にはなんかそういうなんか一番下だから許されるとか、なんか一番若いからしょうがないみたいなのがすごい嫌で、なんかそう思われたくないから、この2年間必死に先輩方にあの追いつこうと頑張ってきたので、なんかそうですね、嫌とかは全然ないです。でもなんかちょっと不安はやっぱあります。なんかなんだろうな、なんか乃木坂がこれからどうやって変わっていくのかとか、なんか考えてみたら1期生の先輩方がもう今年だけですごいたくさん卒業されていってしまって、やっぱグループとしてのなんかイメージもだんだんなんか初期の時から変わってきてるじゃないですか、いろんなメンバーが個人仕事を進めていったり、なんか個人個人のすごい力が大きいからこそ、なんか乃木坂がこうやって大きくなっていったから、やっぱそうやって乃木坂を作ってきてくださった先輩方が卒業して、これから私たちの後輩がどれだけ頑張れるかによって、多分数年後の乃木坂って結構変わってくるだろうなっていうのもやっぱ分かってて、でもやっぱ今の乃木坂を好きでいてくださる方が多いから、この空気を大事にしていきたいし、乃木坂らしさとか乃木坂のなんか伝統伝統っていうんですかね、なんかそういう空気感とかを崩さないために3期生も先輩方のことを受け継いでって、4期生にもなんか伝えられていけたらいいなってすごい思います。2018年の年末、4期生はお見立て会を行っているのですが、実はその前に先輩によるレッスンも行われていました。
ございます。その先生となった先輩はこの二人。ありがとうございまして、おはようございます。おはようございます。今日は先輩の西野さんと中田さんに、ぐるぐるカーテンと制服のマネキンを教えてもらいます。自分たちが一番初めて習ったオリジナルの形を少しでも残しておきたい、そう思っての先生役でした。しばらくはその様子をご覧いただきます。形を見たなと思いね。最初の手を合わせる瞬間は腰このままで、右腰に乗ってますの状態で、手をつけた次の時からそう。一緒にいられる時間で自分たちが引き継げることを伝えようとする二人。あっ、前もいた。あっちですか。前もあっちかな。あ、じゃあやっぱ回ってなかったかな。はい、おそらく最初で最後の一緒に踊る時間もありました。ありがとうございました。
初めての後輩ができたことに対してこの人はとんでもないって感じ。ああ、初めはそうでしたよね。でもなんか3期生もまだまだなところありすぎるから、それこそなんかカメラとかには少しずつ慣れてきてはいるけど、なんか技術面とかもっともっと頑張んなきゃなと思うことがあるので、なんか4期生に新しい刺激をもらえるんじゃないかなと思って楽しみにしているところはありますかね。先輩になりますしね。初めての後輩ですね。変な感じする。なんか今すごく、なんか私もすごい感じます。なんかあーどうなってくんだろうなっていうのはめっちゃ思いますね。今グループがなんかな少しずつ、あ、ごめんね、帰ろう、待って帰ろう。ここ仲いいんですね。いや髪の毛食べてきます。血がつながってるんです。何血がつながってるんです。義理の兄弟。義理の兄弟です。早く帰ろうよ。何してんの。話してくれてたんです。今度また大園さんの話聞かせてください。どうしましょう。変わってますよこの子は。僕に話すこと、話聞いても面白いことないですか。心して臨みますんで、メンタル強めで来てください。ボッキボキやられますか。間違いない。そしてこちらは打って変わって2018年の本当に最後、レコード大賞やら紅白のリハーサルをしている生田さんと白石さん。これはレコード大賞で披露するシンクロニシティの練習をしているのですが、先輩たちも本気です。そしてこの練習の成果を発揮する直前に聞いた白石さんの思いをここで初めてお送りします。ちょっと録音状況が悪いのはお許しください。ちょっとチャンスがあったんで白石さんすみません。あと30分でレコード大賞が始まる。いや緊張感は今もありますけど、今日10回ぐらい直前とかになったら去年もそうなんですけど、エンジン組んだ瞬間とか誰もいない、本当にステージ行く前とかが一番緊張感が高まってくる時だと思うので、でもエンジンでまたこうみんなの気持ちを一つしてそのステージで最高のパフォーマンスができれば、で一番はいいなと思いますし、2連覇っていうところで、乃木坂にとってもすごい、去年レコード大賞を取ったことで、やっぱりたくさんの方がインフルエンサーっていう人を知ってもらえたりもしたので、まあ、取れたら今年も2連覇を目指したいけど、
結果はどうあれ第5位は本当にみんなでこう私にとっても最後に一緒にできるシンクロニシーでもあるからとにかくみんなで楽しんでパフォーマンスできたら一番はそれを望んで私は頑張りたいなと思います。泣いちゃうねそのコメントね最後一緒にやるそうなんかそれを思い出さなかったらそのまま踊れると思うけどちょっとどこかで石野とも最後だしなんかそのシンクロにしてっていう曲はとにかく歌詞見てたら泣けてきちゃった昨日松原があの見晴れてきてね、うん、あのみんなで見たんですけどステージで一回でも見たまま泣いてたんですよ。だから本当になんかこう人の気持ちを動かすっていうような歌だなって改めて思ったので、まあ、いろんな思いをかみしめながらこう最後のシンクロニシティを踊れたらいいなって思います。頑張ってください頑張ります、気持ちは最初はちょっと思います。ですね披露し終わった後の白石さんと振り付けの清志郎さんもうとにかく安心しています。俺は泣いたと思う。ガチ泣きだなと思いましたけどどうだったんですか。泣いてはないです。泣いてないけど気持ちはすごい入ってて、なんかこれ下ろしてくる手が震えちゃって自分でも、だからちょっとなんか気持ちは入ってんだなとは思ったけど、でも涙は流さないです。対象取ったら嬉しい涙を流すためにどうぞ。そしてそれを振り返る松村さん、江藤さん、白石さんです。超自画自賛が許されています。でここで笑う分かるよさっきは泣いてたんだけどね。でこれで飯食える飯食えるね3倍くらいの死ぬまで見る死ぬまで見るのかばあちゃんのってもいいのばあちゃんのってもいいよ見るどうせ同い年だしどうせ同い年みんなで集まって毎年これ見ようそうねこの時のまいちゃんはしわが一本もねえし今はもういっぱいだよ。拍手も母もいいあ拍手西野ちゃん自体これは完全に NG カット。清志郎さんにインタビューしている最中なのですが後ろの音に注目してください。 でもなんかそういうところをすごくこう克服してきたからこそなんかねこう一緒に応援あ、いやいや、撮ってる、大丈夫全然いいよ頑張って切れない本貼ってるいいよ、別にね、年が明けると始まったのはセブンスバースデーライブのリハーサルなのですが、これは松村さんと向井さんギターレッスンの様子。滑ってこない？大丈夫？弾いて、大丈夫です。バチバチいいと思う。なんか変な音がするんですけど。え、どうした？
あ、低すぎるね。なんかおかしいな。ソニアってやった。ちょっとボコボコあったけど、とりあえず個別に2人で やったのは見えてる感じだね。松村さんはセブンスバースデーライブの後、中国に長期滞在しています。中国の文化や言葉をちゃんと知りたいという本人の希望でした。握手会にすごいその中華圏の方が来てくれることがすごく増えて、でやっぱりそのすごい日本語を覚えてきてくださるじゃないですか。でそれがすごい嬉しいんですけど、やっぱりなんか私も話せたらもっとそのわざわざ海を越えて来てくださったそのファンの方とももっとなんか楽しくお話ができるのになって思ったのがきっかけで、あとはあれですね、やっぱり、乃木坂46のグループとしても結構海外進出、アジア展開をしたいっていう思いもあったし、あと上海だったり、そのアジアでの実際にライブをやらせていただいて、なんか喋れたらいいなっていう思いはすごいどんどん募っていったのかなと思います。多分今この映像を撮ってる時はファンの人は誰も知らないじゃないですか。でもしかしたらこの映画が公開される時には知ってるかもしれないけど、なんかいきなり喋れたらちょっとかっこいいなとも思う。知らない間に勉強しててパッて出た時にピロピロって喋れたらなんかすごいファンの人も驚いてくれそうだし、まあでもこれはハッピーなことだからそう思うんだろうけど、なんか今回の留学の件に関してはちょっとなんかファンの人を驚かせたいなっていう気持ちもちょっとあります。なんだろうな、なんか自分の国の、なんか自分の国の人じゃない人を応援するのってやっぱ少なからず不安があると思うんですよ。でもなんかこういうすごい本気で中国語を学びたいって思っているメンバーがいるんだよっていうのを言ってあげるのも、その国の人たちにとってはちょっと安心材料に なってたらいいなとも思うし、なんだろうな、こういう本当に喋れる人がいるからこそ、例えばその中国とか中華圏の番組とかにももしかしたら呼びやすくなるかもしれないし、ってなるともっとその地域の人たちが私たちのことを見れたりするし、なんか全然今は本当に何も決まってないので、しかも私がどれくらい喋れるのかもわかんないので本当に未知だけど、
自分が頑張ったことがちゃんとなんかグループにとっていい方向に行くなんか力になったらいいなとは思います。なんでグループ好きなんですか、松村さん。みんないい子だからなんでですかね、わかんない。でもほんとみんないい子だし、みんなもしかしたら普通の子よりもちょっとわがままかもしれないけど、でもそれはなんか自分のやりたいこととか自分の意思がちゃんとあるからこそなわけで、なんかなんて言うんですかね、本当に心の底がいいやつばっかっていうかなんだろう、本当地元の友達みたいに、なんか本当にただ幸せになってほしいって思える子たちが集まってるからなのかな。確かに、なんで好きなんだろう、なんでなんだろう、なんでなんですかね、なんでなんだろう。実家での撮影のため福岡に戻ったのは依田さん。海辺で本編中にあったおばあさんのスクラップについて聞いています。そうですね、なんかその当時のことを思い出します。なんかその入った時と今とそれまでの間とか、なんかあれがあることでその形になって隣に並べてみたりして、なんかまあ、見た目も髪型とかメイクとかなんかそういう部分も変わってはいるんですけど、なんかこの時はこういう気持ちだったなとか、この時はなんかこんなことがあったなとか、辛かったなとか嬉しかったなとか、なんかその時期の記憶がすごい蘇ってきます。なんかそれもおばあちゃんのおかげで変わってるつもりはないんですけど、やっぱり帰ってくると違う元の自分になるというか、だからなんだろう、言葉で表すのは難しいけどなんか違うんですよね、感覚的に。なんか二人いるみたいな感じがしてる。もう一人の自分は東京でめっちゃ頑張ってますけど、必死すぎてなんか見えてないものも多いんじゃないかなっていうふうにここに来て思いました。なんかなんだろう、まあどっちがいいとかもなんか正解もわからないけど、でも必死にやるっていうのも多分なんか、まあ、考えることはどうしようとかそういうのはなんか終わってからでもできるじゃないですか。でもなんか必死にやるってその瞬間しかできないから、なんか結局そう全力で今を頑張るしかないとも思う。だけどなんか地元に戻ってくるともうちょっとなんかなんだろう、こういう時間もあったらなんかまた違う景色が見えるのかなとも思う。どうなんですかね。
本当にまだわかんないけど、自分が二人いたらね、いろんなのもっと、今いるメンバーで活動できる時間は本当に限られてはいるんですけど、でも3期生として入ってきて、今までの先輩の背中を見てき、見てきたからこそ感じることとか、なんか思うこともあって、この今の乃木坂46を守りつつ、もっとなんか先輩が卒業したからもうダメになったとか崩れたとか、そういう風にはなりたくないし、でも先輩の背中はもう大きすぎて、大きすぎるっていうのもすごい分かってるし、壁は高いなって思うけど、でも私たちがそういう風に思ってたら、多分先輩も乃木坂が大好きな先輩たちなので、先輩もなんか安心できないと思うし、ファンの皆さんもそうだと思うし、だからって今安心してくださいなんて言えるような器でもないし、そうですね、だからでも時間もないしだからなんかさっきも言ったけど、本当にもうなんか必死にやるしかないんですよねなんかぐだぐだ考えて、こうしたらなんか大変になるかなとか、こうしたらなんかこう思われるかなとか、なんかそういうの考えるのは本当に後からでいいなっていう考え方、私は思うから、なんかその、例えばライブだとか他の外のお仕事だとか、乃木坂としての活動とか、全部のお仕事に対してなんか必死に、その時できること必死にやって、あとあと後悔はないけど、なんか反省とか、これ良かったなとか、この時なんかこう思ったとか、なんかそういうのを種にして、なんかそういうのを積み重ねて生きていきたい乃木坂のメンバーとして。依田さんには自分の母校にも寄ってもらいました。私こんぐらい割と好き。あ、季節ですか。なんか葉桜な感じ、満開もいいけど。なんで好きなんですか。なんでだろう、なんか見た目ちょうどいい感じあんまり人も見に来ないし、こんぐらいになる。満開だとまあ綺麗だけど、まあどっちもいいけど、あ、それあったりといえば、ここ下から二段飛ばしやってたけど、それにも飽き足らず上をかけ、なんか走ってました、持ってタッ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 、よく怪我しなかったなと。時の流れ感じますね。感じます。今となっては、あの上ならいけるけど、握力とかもないんで、あ、いけるかな
か足が、あ、黄色だからか。これでもどんどん見てるんだけどね。映像になると恥ずかしいかも。え、めっちゃ恥ずかしいかも。もう足ついちゃってますね。はい、こんなんでしたね。同級生4人いて、はい、女の子2人だしかいなくて、もう一人の女の子とずっとブランコになってます、うん、めっちゃ怪我してました。落ちて飛ばしたりもしてた。何年ぶりだろう、ブランのどこかに一人で立って。でもなんか、なんだろう、変わりたい気持ちもすごいあるんですけど、なんか考え方とか何かの感じ方変えちゃったら、なんかここに今はいたいってすごい思ってる感情がまた別のところに向いたりするのかなとかちょっと思うんですよ。でもそれもやってみないとわからないんですけど、今は痛いからあんまりその、なんだろう、感じ方とか自分の考えを変えないようになんか徐々になってはいますね。ガードしてますね。なんかガード、そうなんです。結構何でも予防線張ってバリアしちゃうんですよ。なんか自分への衝撃とか自分が変化するのが怖いから変えないために、なんか衝撃的なことがあるんだったら、あの、なんか事前に自分にこういうのあるかもしれないよって言い聞かせたりとか、あとは自分が変わっちゃいそうだったら、あの、モナタンっていうキャラがあるからって思い込んで、まあ、もちろんそれも自分ですけど、そこに入り込むのが私としてはなんか一番自分を守れる方法になってる気がします。本当ですか？なんだろう、ぶれないですよ。確かにぶれないですね。私結構でも人生でも乃木坂入る前とかでもあまり道を逸れなかったタイプで、もうずっとなんかテスト勉強とかもそういう小さいことでもなんか頭良くありたいと思ったら親とかに言われる前に自分で勉強するみたいな、そういうタイプだったんですよ。
この後またお仕事ですか？ちょっとだけ。あ、はい。忙しさは全然全然落ち着いてますよ。本当ですか？はい、ありがとうございました。なんかコンビニで私カフェラテ毎日食べないとダメな人、あ、食べないとじゃないカフェラテを毎日飲まないとダメな人なんですよ。しかもできれば 朝起きてからすぐ。そうだからコンビニによってあの日本のカフェラテと一緒のやつ買ったんですよ。したらなんか賞味期限表記のとこに2018年の8月って書いてあって消えてるじゃないですか飲みながらなんかお腹痛くなってきちゃったんですよ。うわやばいですって。牛乳入ってんのに3ヶ月も過ぎてると思ったら、なんか中国って製造してから3ヶ月大丈夫ですよみたいな表記で、その表記は作った時、そう作った時の。めっちゃビビりました。恐ろしいですよね。そこは分からないですからね。そうなんですよ。そう結構ね気分でやられましたね。ジェシカやっぱいいとこだなってすごい改めてしみじみ思いますね。まあ気を抜いてではですね、うん、また私にとって私斉藤明日香語る上ではジェシカは絶対に外せないな。ここが私のザ・スカイ葛飾だから自分でなんかその環境を作っちゃったからなんかしっかりしなきゃみたいなのを、うん、抱え込み型ですか？まあでもなんかそんなに詰め込みすぎてるわけでもないというか、うん、なんかそんなに、まあでもちゃんと生きてるから大丈夫だと思うんですけど私にとってはもう最後になっちゃうけど、まだ乃木坂にとってはスタートというか、ね、今後もまた台北も決まってるし、その後も多分待ってくれてる人っていうのはいると思うんで、みんながいろんなとこでライブできるの、そのニュースを楽しみに待ちたい。